はい、てなわけで本日4日目の開封動画でございます。頼まよ、ブルーアイズホワイトドラゴン出てくれ。あ、もう見えちゃった。ということで本日の1枚目なんだこれ。ワンサイドリバース、魔法カードですね。相手フィールドに裏側表示モンスターが2体以上いる場合に発動できる。相手フィールドの裏側表示モンスター1体を選んで表側攻撃表示にする。これリバース効果とかモンスターやったら効果発動するのかね。じゃあ2枚目いきます。ドン、聖剣士の塚持ちヒルト。自分フィールドの攻撃表示モンスター（戦士族1体を選び、その攻撃力をターン終了時まで600アップする。はい、ってことで3枚目いきます。ドン、求心の印、1000ライフポイント払って発動できる。相手フィールドの裏側表示のカードを全て確認する。いや、破壊してくれ。確認するだけかい。1000ライフポイント払って相手の確認するだけってどうなん。じゃあいきますよ、4枚目。4日目の4枚目ですからね。3、2、1、ドシャーン、ホワイト、懐かしい、これ初期のやつやん、クソ雑魚じゃん。はい、じゃあ最後ね、4日目の最後いきます。最後、昨日はね、3日目の夜あのセブンスロードマジシャン出たんでね、4日目の最後いいの来てくれよ。3、2、1、こちら、地を這うドラゴン、サウザントドラゴンにちょっと似てますね。一応レアですね、文字だけ。はい、ということでね、4日目にしてブルーアイズが出ない、くーくー。ということで5日目またお会いしましょう。